平成30年11月10日、第13回阿蘇市子ども芸術祭が開かれ、日頃取り組んでいる伝統芸能や吹奏楽のステージが披露されました。これは阿蘇市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校や合唱団などが参加して毎年秋に開かれているもので、今年は15団体が参加しました。はじめは園児による太鼓や鼓笛の演奏、また来年3月に閉校する阿蘇市立山田小学校の全校児童による伝統芸能虎舞などが披露され、大きな拍手が送られました。この子ども芸術祭では小学生や中学生が司会に挑戦。大きな舞台に緊張した様子でしたが、手話通訳者とぴったり息の合った司会を最後までやり遂げ、今日の経験をこれから生かしていきたいと感想を述べていました。この日は一日を通して和太鼓や合唱、全国大会にも出場した伝統芸能の虎舞、またジャズの名曲で観客と一体となり盛り上がった吹奏楽のステージ、そして大人顔負けの神楽の舞など、阿蘇市の子どもたちによる芸術の秋を堪能する催しとなりました。